っと私期間乃木坂の撮影を楽しみにしてて、だから今日も今まで以上に楽しんでやろうって思ったらなんか弾けすぎちゃってちょっと困らせちゃったかなって思うくらいやったんですけど、多分きっとそれでいいものができてたらいいなって思います。自分で振ってこうピシューって出ると思ったら全然出なくて、だからもう指でわーってやってこうひたすらこの親指の間から出る水をわーって浴びて最後びしょ濡れになって、それが楽しかったです。なんか役に近づくためになんかこうやっている時間がすごく楽しくて、あの前回のプリンシパルは今まで以上にいろんな役に挑戦してみようと思って、あの10役達成はできなかったんですけど10役中7役はやることができたので、だからすごい私じゃない私を見てもらいたいっていう気持ちがあって、その演じてる姿が好きと言ってくださるファンの方もたくさんいるので、その期待に応えられるようなお仕事ができるように私も頑張りたいです。お母さんがミシンを持ってるので自分でちょっと一着洋服を作ろうかなと、自分のデザインした服を自分で作るのも楽しいかなって思うので、自分の、まあ、それを特技にして武器にできたらいいなと思います。応援してくださる皆さん本当にありがとうございます。今回の期間乃木坂で、私らしい一面もあればちょっと違った表情も見れるんじゃないかと思うので、ぜひそこに注目してもっともっと私のことを知ってほしいと思います。これからも応援よろしくお願いします。私期間乃木坂の撮影を楽しみにしてて、だから今日も今まで以上に楽しんでやろうって思ったらなんか弾けすぎちゃってちょっと困らせちゃったかなって思うくらいやったんですけど、多分きっとそれでいいものができてたらいいなって思います。自分で振ってこうピシューって出ると思ったら全然出なくて、だからもう指でわーってやってこうひたすらこの親指の間から出る水をわーって浴びて最後びしょ濡れになって、それが楽しかったです。なんか役に近づくためになんかこうやっている時間がすごく楽しくて、あの前回のプリンシパルは今まで以上にいろんな役に挑戦してみようと思って、あの10役達成はできなかったんですけど10役中7役はやることができたので、だからすごい私じゃない私を見てもらいたいっていう気持ちがあって、その演じてる姿が好きと言ってくださるファンの方もたくさんいるので、その期待に応えられるようなお仕事ができるように私も頑張りたいです。お母さんがミシンを持ってるので自分でちょっと一着洋服を作ろうかなと、自分のデザインした服を自分で作るのも楽しいかなって思うので、自分の
まあ、それを特技にして武器にできたらいいなと思います。応援してくださる皆さん本当にありがとうございます。今回の期間乃木坂で、私らしい一面もあればちょっと違った表情も見れるんじゃないかと思うので、ぜひそこに注目してもっともっと私のことを知ってほしいと思います。これからも応援よろしくお願いします。